デュエル3番。ちょっと、この隙に、ちょっと1秒でトイレ行ってきていい？ちょっとごめん、気まずい。ちょっと、この、ちょっとムービーの間にちょっと、マジで、ちょっと尿意がやばい。ちょっと、トイレ行ってくる。ちょっとごめん。行ってきなよ、トイレ。ちょっと行ってきていい？ちょっと、ごめん、マジ。ごめん、マジ、ちょっとビビりすぎて、すごいトイレが近くなっちゃって、すいません。すいません、ちょっと何回もトイレ行ってすいません。ちょっと、もう一回だけちょっと行ってきます。ほんとすいません。すぐ帰ってきます。すいません。ねえ、キュアジ、ほんと引かないでほしいんだけど、またトイレ行きたいんだけど、ビビりすぎて。キュアジ、船長、普通に話してるように聞こえるかもしれないけど、実はめっちゃビビっててさ、すごいね、プルプルしてんの。膀胱がプルプルしてんの。無限にトイレ行きたい。いやでもさすがに、船長も、あんま頻繁にトイレは行きたくないから、自分的にはね、もう行きたくないの、トイレ。だからちょっと、もうちょい我慢するわ、しばらく。トイレ近すぎ。いや、ビビるよ、トイレ近くなる。船長、どっから出てきてんの？このさ、この尿はさ、どこから湧いてきてんの？明らかに飲んだ水以上の尿が出てんだけど、どうしたの、これ。やばい、おしっこ出そう。もうちょっと我慢しよう。あー、尿意がやばい。こんなに尿、トイレ行きたくなるもんなんだな。ホラゲー怖いと。もうちょっと我慢しようかな。トイレ行きたい。もうちょっと我慢。もうちょっと霧のいいところまで。我慢しよう。ちょっと、ごめん、マジごめん。ほんと、もう我慢できない。ちょっとトイレ行ってくる。ごめん、マジでごめん。我慢できん、ごめん。ん？待って、誰かいない？気のせい？あれね、あれ人？なんか誰かいね？消火器だ。消火器でした。すいません。ちょ、ビビりすぎて、失礼。3の倍数で本なる？ 1、2、3、4、5、6。男子弁にしよう。今回はちょっとしょうがない。男子弁に入ってくるってハレンチですよ。いいんですか？もしかして男子弁には入れない感じ？うわ、清掃、君たち、おい、あの顔なしの女、男子弁だと入ってこれないぞ。お前清掃かよ。船長に似てる。船長も言っとくけどね、男子便所とかね、入れないの。照れちゃって。やっぱ男のさ、聖域なわけだからさ。やっぱ入っていいのかな、みたいな。なるほど。じゃあ次から男子便に逃げ込もう。男子便には入ってこれませんと、彼女は。はい。お前の弱点見破りました。あなたの弱点は男子トイレです。もとい、男子の、あの部分が、苦手ってことですね。苦手というか、ちょっと直視できない。そういうことですね。分かってしまいました。てか、道に迷いました。助けてください。やばい。やばい。男子弁。やばい。男子弁。どこ。やばい。終わった。男子弁ない。どこ。やべえ。戦うしかねえ。かかってこい。かかってこい。うっ、来た。いらねえじゃねえ、トイレ行かなくてもやれる。なるほどね。はい、皆さん、トイレ行かなくてもやれるということが分かりました。トイレ行かなくてもやれるってなんで、卑猥だな。ちょっと、言葉がちょっと悪いというか。あれ、食堂どこだっつうか、道に迷ってしまいました。あ、来た。あいー、ついに、満を持して、あ、電池たくさん物語。この右でしょ、完全に。絶対ここ最後だろうなって船長も思ってたもん。はい。行きましょう。行くよ、夢。はい。嘘。え？嘘。
じゃん。あ、来た。まあ、そうだよね。どうした？どうした？夢。どういう挙動だ、それ、お前。大丈夫か？夢。え？え？おう。夢。大丈夫、それ。夢？あれ？夢。夢はこの戦いについて来れないから置いていくわ。